皆さんこんにちは、樋口緩和機構です。本日4月7日になりました。公開がね、4月下旬になっちゃうかもしれませんけどね、ちょっと順番に撮影してるのでね、その頃にはですね、もっとチェーンソーを刈払機の久々に使いますという方が増えてくるかと思います。最近もですね、チェーンソー刈払機雪が溶けまして指導し始めました。刈払機、草刈り機はもうちょっと後ですかね。チェーンソーを使い始めました、久々に使い始めましたっていう方々のね、お店へのトラブルのお問い合わせとか持ち込みが増えてまいりました。おおよそ大半がですね、エンジンがかけられないっていうことが多かったりするんですけど、やっぱりご年配の方、久々に使うんでね、チョーク操作を失敗してしまったり、チョークをかけずに何十回も引っ張ってたっていう方なんかはね、結構いらっしゃるんです。どうしてもね、忘れてしまいがちなんですね。年に1回2回使うかどうかっていうね、そういったチェーンソーになると何回も引っ張んないかわかんないんだけど、おかしいんじゃないか、チョークを閉じて数回引っ張って、チョークを開けて引っ張れば簡単にかかったっていうね、基本的な指導方法っていうのを忘れてしまってらっしゃる方が非常に多くいらっしゃるのも、こういったエンジン工具にあります。エンジン工具のね、その面倒くささがやっぱり嫌だっていう方なんかが充電に移行していくんですけど、どうしてもですね、充電だと時間が長く使えないじゃないかっていう声も多くあります。なのでその辺がね、今、二極化されてってるところではあるんですけど、そんなこんなで本日はですね、そのエンジンの再始動の方にフォーカスしてね、お話しさせていただきたいと思います。大体がですね、そのチョーク操作の失敗なんですけど、それ以外にですね、相乗装置エンジン、スチールでいうところの2ミックスエンジンですね、排ガス規制をクリアしているエンジンの、エンジンかかってすぐに煽るとエンジンが止まってしまうんだけど故障なんじゃないかっていうことも増えてきております。その相乗装置エンジン、モデル品番で言いますと、スチールのね、171、今171はそんな販売してないですかね、181、211、そして新しく出てきたモデルたちの162からですね、212シリーズたちですね、あと231、251なんかもありますけど、通常の2ミックスエンジンであれば、始動してハーフスロットルポジションで始動して速い回転でエンジンがかかった後、すぐアクセルを戻してアイドリングの段状態になるんですけど、そこからですね、すぐにアクセルを煽ると止まってしまったりします。そうなんです、2ミックスエンジン、通常の2サイクルエンジンに比べてですね、少ない燃料でエンジンを動かしております。なので良質なオイルっていうのは必須になるんですけど、燃料で冷やす量が少ないんでね、で2サイクルエンジンであれば燃料が結構多めに入るので、ピストンが膨らむのを待たずとも割とで、待たずともすぐに、フルスロットに持っていけたりするんですけど、相乗装置エンジンはピストンが膨らむ前にですね、入ってくる燃料の量も少ないので、そこでストールしてしまう、エンストしてしまうということがあるのが、2ミックスエンジンになっております。なのでですね、ピストンが、温まる暖気運転が必要だってよく言われるのはそこなんですね。ピストンが温まって膨らんでから本来の力を発揮できるんです。それがコンピューター制御されているエメトロニックチェーンソーだったり、インジェクションであったりは、その隙間が膨らむ前にどのぐらいの燃料を入れれば回転が吹き上がるかとかっていうのをね、コンピューターの方でコントロールしちゃうので、それに慣れてしまってると、その一般的な相乗装置エンジンの、そのエンストしてしまうこの時期の温度のですね、ピストンが膨らみづらい、づらいというか10度以下の時のエンジンの内部の温度っていうのはね、膨らむのに多少時間を待ってやんなきゃいけない状態になります。はい、なので、私も修理なんかやっててプロの方のチェーンソーの修理なんかも多いので、そのエムトロニックチェーンソーと通常の2ミックスエンジンとのその暖気運転の違いっていうのはね、常に体感して、あ、こんなにも違うのかっていうのを感じてるんですけど、一般の方であれば2ミックスエンジンの方がほとんどだと思うんですけど、その2サイクルエンジンとのすごい差があるので、こんなに待たないといけないもんなのかと思ってしまう方が結構多くいらっしゃいます。刈払機のね、 FS23 から26シリーズもね、同じような感じで、このぐらいの外気温ですね、10度以下の時の外気温では、エンジン始動してすぐ煽ってしまうと止まってしまったりします。なのでピストンが温まるまでね、待ってやったり吹き上がるまでにね、ちょっと時間がかかるっていうのが、その2ミックスエンジンの、特徴でもあるかなというふうに実感しております。ということでですね、その2ミックスエンジンのそういった場合は故障じゃないんだよっていうことでね、ご理解していただければと思います。温まれば普通に何ともなく使えるよっていうことであれば、ピストンの温まり待ちだったっていうことでね、ご理解していただければと思います。チェーンソーの方であればハーフスロットルポジションがあります。ハーフスロットルポジションがあれば速い回転で、エンジン始動するので、オイルさえ、純正オイルであればそこでね、30秒から1分ぐらい回してあげると割と早くピストン膨らんでね、そのスムーズに使うことができますんでね、そうせずすぐに、アイドリングに戻して煽ってしまったりすると2、3回止まってしまうことがあるかもしれませんね。
といったところでですね、そのツーミックスエンジンのね特徴というのもねご理解していただければと思います。たまにしか使わない方結構それ失敗しがちになりますね。はい。でそれ以外にですね、燃料が古かったとかそういったのがあるのがこの春先になります。エンジンがかからなかったんだけどって持ってくる方に、診断をする場合にですね、よくお話しさせていただくのが、燃料どのぐらいの古い燃料入ってます、今春になって、3月4月に買ってきた燃料ですかっていうのとかお聞きします。大概がですね、去年の夏に買った、秋に買ったっていう方が多いんですね。秋、それが9月か10月なのか分かんないですけども、半年は経過しちゃってますよね。で保管容器がペットボトルだったっていう方もいらっしゃるんです。残念ながらですね、東方のエリアまだまだ焼酎で混合燃料を運搬するっていう方多くいらっしゃいまして、その場合燃料の劣化がどのぐらい進んでるか分からないっていう場合があったりします。で燃料入れ替えると途端に、簡単にかかってしまうっていうね、そういったバシチュエーションも多くあります。なので保管する燃料の容器も大事だったりしますね。はい。なので燃料が半年ぐらいだったら大丈夫だろうっていう方も多くいらっしゃいますけど、入れてる容器次第では全然違うっていうのをね、ぜひ知っていただきたいと思います。はい。でそんなことでですね、まずね、燃料のそのエンジンのかかりの良し悪し、燃料の古いのかどうかっていうのも重要になります。そしてですね、スターター引っ張ったけど引っ張れなかったっていう場合、もうその場合直ちにお持ち込みください。でオイルが劣化してしまってて、オイルが硬くなってしまってピストンシリンダーの内部で固着してしまって引っ張れなくなっております。焼き付いてはないんです。使ってて引っ張れなくなったわけじゃなく、保管してて引っ張れなくなったっていう場合はオイルが劣化して固着してしまってる場合が多いです。春先ですね、よくいつの燃料ですかって、ガソリンは新しい、ガソリンはっていう場合が多いんです。オイルが3年4年ぐらい前だっていう方も多くいらっしゃいます。スチールで、売られている混合オイル、こういった1リッター入れがあります。50対1の比率なので、1リッター分であればガソリン50リッターにもなりますね。50リッターを、1年間で使えないよっていう方も結構多くいらっしゃるんです。それを知らずにこれを買ってきたり、もしくはホームセンターなんかで売られている4リッタータイプですねを買ってきたりして、何年もかけて使うっていう方がいらっしゃいます。そういった方々が多いので、エンジンを悪くさせないためにこういった 100cc っていうのが、販売されてるんですけど、ガソリン5リッターに1本入れるタイプですね。5リッターもあれば結構な期間持つよっていう方も多くいらっしゃるので、そういった方には 100cc がおすすめとなります。オイルはですね、紫外線に当たったり空気に触れてしまえば劣化が始まっていきます。車のエンジンオイルで言えば、走んなくても1年ごとにオイル交換してくださいって、そういう指示されるのがそのオイルの劣化ですね。なのでこの混合オイルですね、ガソリンに混ぜるオイルであっても、開封してしまったら1年以内で使い切れるかどうかっていうのを目安にですね、検討していただきたいんですね。どうしても量が多い方が割安だからいいんじゃないかと思ってしまいがちなんですけど、そうするとオイルが劣化してしまって固着してしまうという故障があったりします。これがね、結構あるのが東方エリアですね。いろんな様々なオイル皆さん使われたりするんですけど、いろんなものを試したいっていう風な形で使われたりするんですけど、空気に触れてしまえば劣化が進んでしまっているので、時間年月が経ってると最初の性能通りではなくなってしまってるっていうのがあるのでね、ご注意いただきたいと思います。そんな中ですね、この HP ウルトラですね、 HP ウルトラはちょっと貼っておきますかね、スチールの3種類あるオイルの中でも腐食防止性能が非常に高いものとなっております。腐食防止性能が高い、それでいて排ガスはですね、21日間だけはちょっと数字合わせましたけど、80%、90% から無害化されるっていう風な、そういった排ガスになっております。無害化されるイコールですね、自分が排ガスを吸い込みますんで、そういった環境とか人体にも配慮されたオイルとなっておりますし、燃料入れっぱなしで置いといても、エンジンの内部には、悪さをしにくいもの、キャブレターだったり、エンジンのピストンシリンだったり、そういったのには悪さしにくいといったオイルになっておりますんでね、非常に優れております。しかもね、ベーパーロックパーコレーションっていうのが夏場30度以上の外気温になってくると起こりやすいんですけど、この HP ウルトラ潤滑性能も最高になっております。そういったベーパーロックパーコレーションですね、5分10分休んだら再始動できなくなった、ピストンシリンダーがかなり高温になっておりまして、それがキャブレターの方に温度が伝わってしまい、キャブレターの内部で燃料が沸騰してしまうっていう、そういった状態が、ベーパーロックパーコレーションと言われるんですけど、その状態になるをピストンシリンダーの温度を上がりにくくしてくれる潤滑性能なので、それが抑えられるよっていうのがこの HP ウルトラになります。まあ、こういったのもね含めてね、空冷で冷やしている2サイクルエンジン、まあ、2ミックスエンジンだったりするので、このね、HP ウルトラ非常に優れておりますのでおすすめです。
4サイクルエンジンですね、4ミックスエンジン、スチールでいう4ミックスエンジン、混合燃料で使う4サイクルエンジンなんですけど、その混合するオイルもですね、HP スーパー以上と指定になってますけど、HP ウルトラももちろん使えます。そういったね、カーボンも残りにくいというね、悪さしにくいっていうオイルになってるので、ぜひね、このオイルもおすすめとして、たまにしか使わない方ほど、年間で15リッターとか10リッターしか使わないんだっていう方ほど、オイルはね、HP ウルトラ使うとむしろいいのかなというふうに実感しておりますんでね、その辺もね、考えて、見ていただければと思います。ということでですね、本日ですね、春の使い始めの前のトラブルの改善方法というか対処方法をですね、お話しさせていただきました。まあ、結構ね、一般の方でそういうね、動画見られてない方でのトラブルというか、クエスチョン的なやつでお店に持ってきていただける方が多くなるシーズンもね、この使い始めの時期です。もしね、わかんないことあったらお店の方にいらしてみていただければと思います。チェーンソーのね、セールの方4月いっぱいやっておりますのでね、買いチェーンサービスだったり特価になってるのでね、ぜひお店の方いらしてみてください。仮払い機の下取りセールの方、対象機種の方もね、スタートしております。はい。2ミックスエンジン以外もですね、スチール以外の仮払い機もご用意しております。昔ながらの2サイクルエンジンの方が燃料は食うけど、安定感は抜群なので、そっちの方のモデルもね、今年は新しい記念モデルとかそういったのも、入ってきましたので、後日ね、後でまたそれはご紹介する動画を撮りたいと思いますけど、そういった、モデルたちも入ってきておりますんでね、はい、ぜひお店の方にいらしてご相談してみていただければと思います。というわけで、今回の動画といたします。よかったなと思いましたら高評価お願いいたします。チャンネル登録まだの方、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。現在、ひむひむチャンネルではですね、YouTube メンバーシップを募集しております。動画のね、下のフォローにメンバーになるっていうね、クリックするボタンがあるので、そちらの方からね、詳しい内容を確認してみていただければと思います。メンバー様の特典までですね、過去の修理動画を見放題となりますし、修理動画に対するですね、ご質問であったり、どこを見ればいいんですか、どういう部品を手配すればいいんですかっていうのをね、スチールは、通販禁止なので、品番とかそういったのもね、お知らせさせていただいてもらっております。過去動画のですね、コメント欄とかそういったのでもいいですし、メールとかそういったのでもね、お問い合わせしていただければ、メンバーシップ様のね、限定のページなんかの方でね、公開させていただいてもらっておりますので、ぜひそちらの方もね、ご利用してみてください。その他にの特典としましてはですね、先行で新しい動画の公開だったり、新しい様々な関連商品のですね、情報を先に先行でね、発表させていただきますので、ぜひね、メンバーの方ご登録していただければと思います。それでは、次回の動画でお会いしましょう。